中継から二塁は詰め込んだ、セーフです。ライトオーバー、ツーベース、記録はヒットです。最後ミットに当たっていました、和田。ノーアウト二塁、カードとしてはショッキング。今度はお客様からの拍手がありました。前進守備だったんでもう外野は下がる一方なんですが、まあ、これもね少し難しい角度だったでしょうか、矢部さん。まあよく追いつきましたよね、前進守備してますから。いや、まあ、相当走っていかないといけないんですけども、まあ、本当にこう最短でね直線に行きましたから、まあ和田で始まって和田で終わるって感じですね、ですねこのイニングね。はい、でもなんかもう最後左手まで添えて、もし何かあってもこっちで取るんだぐらいの気持ちは見えました、両投手のこの表情です。いや、茶野選手もねうまく打ったんですけどもね、フォークボールはね、はい、